オーストリア人は、オーストリア共和国の国籍を有する人、イタリア系、チェコ系、スロバキア系、スロベニア系、マジャル系、トルコ系、ユダヤ系など、1、の中でも特に、ドイツ語を母語とする人々、オーストリア国民の9割以上を占める、ドイツ系オーストリア人という呼び方をする場合もあるが、この呼び名が、例えば日系アメリカ人のように、ドイツ連邦共和国からの移住者や、 その二世三世を指すことは滅多になく、ほとんどは類代のオーストリア人である。もともと現在のオーストリアは神聖ローマ帝国の皇帝位を近世に独占していたハップスブルク家の両国、オーストリア大公国の後ろ身であり、名目上とはいえオーストリアはドイツ諸法の名手の座にあった。神聖ローマ帝国が崩壊した後、神聖ローマ皇帝フランツ二世は、 オーストリア皇帝フランツ一世と称し、オーストリア帝国が成立した。しかし、ハプスブルク家が世襲してきた両国には11の民族とも、レー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 レ,ーレ,ーレーの民族が居住しており、彼らがオーストリア家に忠誠を誓うことで、オーストリア帝国は休校されると考えられた。そのため、領地はたくさんある。人口はたくさんある。オーストリア民族はいない。 国家はないと言われるありさまであった。神聖ローマ帝国なき後に発足したドイツ連邦の議長国はオーストリア帝国であった。ドイツ連邦の解体後はプロイセン王国を中心とするドイツ帝国とハプスブルク家のオーストリア・ハンガリー帝国に完全に分断されたが、その後もアンディクスの表を証明するように、オーストリアのドイツ語話者の間には自分たちは、 ドイツ人であるという意識が続いた。19世紀オーストリアを代表する最上メッテルニヒもオーストリア域外出身のドイツ人である。第一次世界大戦によって民族自決の原則に従いオーストリア藩があり、帝国は解体に向かい、大戦末期の1918年のオーストリア革命によって第一共和国が成立した。上、オーストリア、ゲオーストリア、ケルンテン。 ザルツブルク地方、チロルのドイツ人居住地域などを残すのみの小国となったオーストリアではドイツとの統合が政治的立場の左右を問わない国民の念願となったがサンジェルマン条約によってドイツとオーストリアとの統合は禁じられた。ドイツオーストリア学校がようやく実現したのは1938年のことだったがそれは決して平和的なものではなく ナチスドイツによる軍事的圧力の下で行われた。エスターライヒという地名は抹殺されてオストマルクと解消させられ戦争の参加に巻き込まれた。ナチスドイツを率いたアドルフ・ヒトラーはオーストリア出身でドイツに移りドイツ民族の救護を唱えたが自身のルーツはボヘミア系であった。ボヘミア自体も現在こそスラブ系が 圧倒的多数となっているが、ドイツ人入植者が多かった頃は、神聖ローマ帝国の帝都として、プラハがドイツ民族の中心となった時期もあり、スラブ系でもゲルマン風の名乗りが多くなるなど、その住民の出自は混沌としている。ドイツ人がこうしたものであるように、オーストリア民族というのは文化的集団であり、口述するように国家によって創造される概念である。 ナチスドイツ統治下を経て、オーストリア人は自分たちがドイツ人ではなく、オーストリア人であるという感情を初めて抱くようになり、1955年にカール・リンナー主犯によるオーストリア第二共和国が成立する。しかし、今なお、右派政党は国語にドイツの文字を入れるように主張し、またしばしば上記二の意味合いで、ドイツ人という言葉が用いられる。特に近年、 統一 EU の発足後、東欧人やトルコ人への差別意識を背景に、ドイツ民族主義の復興が一しい、オーストリアの地名には頭にドイッチェとつくものが、ドイツ以上に目立つが、これはドイツ人地域内で南東部に位置して、異民族との境界に接してきた歴史を反映している。ありがとうございます。